大東亜戦争当時、4000年余りの若き青年が学んだ戦車兵学校が富士山の裾の白糸の滝のほど近くにありました。昭和17年に開校され、終戦によって解散されましたが、戦後有志によって守り続けられ、昭和40年には同窓生たちによって慰霊憲章に若獅子の塔が建立されました。また昭和50年には、戦後30年もの間激戦地サイパンに眠っていた戦車の帰還を行うなど、優先奮闘した若獅子たちの悠久の大義を準じてた供養が続けられております。30万坪の敷地に80の校舎や集会場、軍需工場があり、朝霧高原一帯が演習場であり、近くには陸軍病院がありました。14歳から19歳までの若き戦車兵志願者は、優先奮闘、お国のために厳しい訓練をした地であります。昭和17年から4000名余りの卒業生を戦場に送り込みました。純真一途、国難に赴き、勇猛果敢な活躍を遂げた少年戦車兵隊600名の英霊は、若獅子神社の守護神として祀られております。少年たちの訓練の貴重な映像が見つかりました。ご覧ください。戦車兵学校独特の猛訓練は、14歳から多くて19歳。入校以来数ヶ月、戦車の構造も大体飲み込めた。だが未だに草井教殿は戦車道場については一言も言われない。あの戦車の操縦桿を自分の手で握れるのはいつのことだろうか。若獅子神社は英霊の包囲放散に努めるべく、昭和59年、法華顕彰会会員729名の放散によって創建され、毎年慰霊祭を執り行っております。